天海=明智光秀説は、江戸時代初期、幕政に大きな影響力を持っていたそう。天海と戦国武将の明智光秀は、同一人物であるとする説。フィクション等でも採用され、広く知られているが、専門の歴史家の表した書籍で事実と扱われたものはなく、信憑性はかなり低いとされる。天海は巧妙な僧であるにもかかわらず前半生は詳細に知られておらず、第12代将軍、足利義晴の子であるとか、古学坊、足利高元の子であるなど、様々な説が唱えられてきた。明智光秀が天海となったという説もその一つで、あるが、いつ頃唱えられ出した説かは定かではない。1916年、天海の伝記、大僧正天海を表した須藤幸喜は、天海は船木兵部少輔景光と妻の芦名氏の子で、あると推定しているが、一部の考証家に、光秀が天海となり、豊臣氏を滅ぼして、恨みを晴らしたという、奇説を唱える者がいると記述しており、この頃にはすでにこの説が唱えられていたと見られる。同時代資料に明示したものは存在せず、中世史家の小和田哲夫などの歴史学者の間においても、この説は広く支持されているものではない。しかし会計学者の岩鍋耕三など支持者も存在する。天海の遺品の中には、天海の所用と伝えられる甲冑と鉄砲が現存する。明智光秀は、天正10年の山崎の戦いの後に討たれたとされているが、山崎の戦い以降に光秀が存命していたとする説や伝承がいくつかある。ただしこれらの説は光秀が天海になったと明示されていない。京都宇治の専修院と神明神社には山崎の戦いの後に明智光秀をかくまった伝承が残されている。泉伝承史によると山崎の戦いの後に明智光秀が慶の明神寺に姿を現し、その後光秀は泉に向かったと書かれている。本徳寺には一時、明智光秀が潜伏していたという伝承があり、鳥羽へやるまい女の命、妻の上うる十兵衛が住みある、三日天下のわび住居という俗用が残っている。比叡山の叡山文庫には、俗名を光秀といった僧の記録がある。光秀が亡くなったはずの天正10年以後に、比叡山に光秀の名で寄進された石碑が残っている。岐阜県山県市中堂には、光秀が落ち延び、荒深小五郎と改名して、関ヶ原の戦い頃まで生き延びたという伝承がある。同一人物説論者が根拠とするものには、以下のようなものがある。日光に明智平と呼ばれる区域があり、天海がそう名付けたという伝承がある。徳川家光の乳母には、明智光秀の重臣の斎藤歳三のこの春日局が採用され、家光のこの徳川家綱の乳母には、明智光秀の重臣の水尾茂朝の孫の三沢局が採用されていること。山崎の戦いで明智側についた京極家は、関ヶ原の戦いの折に西軍に降伏したにも、かかわらず戦後を加増された。一方、光秀宿り危機でありながら、山崎の戦いで、光秀に敵対した筒井家は、慶長13年に改易されていること。明智光秀の孫の織田正人は、大阪の陣で豊臣方として参戦したが、戦後に除名されていること。明智光秀と天海は、地蔵菩薩を信奉していたこと。それぞれの地蔵菩薩像は京の露山寺、江戸の聖徳院に奉納され現存している。天海の墓所が明智光秀の居城があった近江坂本にあること。ありがとうございます。